昨季打率329で首位打者に輝いた森が、この日も4打数ノーヒットで今季247と不振にあえいでいる。辻初彦監督は試合後、少し元気がないかなと嘆いた。西武先発の高橋光も7回で8安打を浴びながら2失点と好投したが、5回1失3塁の場面で自らの暴投で先制点を許したのが痛恨。続く6回には井上にバックスクリーンへ5号ソロを放り込まれた。ただ2点ビハインドの7回に1・1・2塁とされ、続いて西満塁のピンチを招いても辻監督は続投を指示。最後は4番安田を今季最多の120球目の149キロ速球で中飛に仕留め、この回を無失点で切り抜けた。指揮官はホームランは痛かったが全体的に良かったと評し、高橋光も7回のピンチを抑えることができたのは自信につなげていいと思いましたと納得の表情だった。高橋光は今季開幕から2連勝の後3連敗、さらに2013年夏の甲子園優勝投手の高橋光が同年春の選抜優勝投手の小島に投げ負けた格好となったが、辻監督が絶体絶命のピンチにも続投させた親心が大器の開花につながるか。宮脇博史久志、広久宮脇。